カキンカキン食べるカッコ、わら、カリシャキマンです。ちょっとね、今日、ベタ行きなんで、これ、雪だるま作り、できるわ、これ。できないかな。あ、できるわ。できねえな。あ、くっつかない。くっつかない。くっついてるのか。これ転がすだけでいいんだ。ベタ行きは。え？くっつかないな。お、すげえ。結構でかくなったぞ、これ。ベタ行きだが、これ。ね。これまず一個。一個できたぞ。このちっちゃいのでいいな。これが、こうやって転がせるだけで、すも、ビッグカーになってくるんだよ。この、今、ね、ちっちゃいおにぎりみたいな、あんなのが、これ、もうこんなのだと。こうやってつくんだよ。内地の人、翼さん見てるかい？沖縄の翼さん、財布ちょっと待ってね。お金3月1日に振り込みますんで、はい、2000円でいいっすよね。ちょっとあれダメです。糊がねはみ出てるから。はい、あのちっちゃなね、あの玉みたいなのがこれ、こんな巨大化になったよ、これ。すごくない？これ。転がせるだけでいいんだ、これ。ほら。転がせるだけだよ、これ。転がしてるだけで、これ。あんなちっちゃいさ、野球ボールみたいなやつが、こんなんで転がしてるだけ。今日ベタ行きだからね、なるんですよ。はい、なぜここに2つ置いたかというと、ダメだ。二つ置いた意味がないんだ。あ、壊れたな。せっかく作ったのまたか。いやー、めんどくせえな。
傾けないから。やばい、さっきのも溶けたら終わるだな。あれ、こっちサラサラがくっつかない。疲れた。ここ。いや、二つ寒いです。またね。北海道編で。そうです。シャッキーです。シャッキーです。暑かった。ヒント、この、玉二つ。雪だるまこれ溶けないから、昼。とりあえず、以上です。さよなら。